島崎主和9月9日から1945年1月9日は日本の海軍軍人。空母、随格飛行隊長として、新自湾攻撃で第二次攻撃隊長を務めた。戦死による二階級特進で、最終階級は海軍少将。本席は大分県。鉄道局技師、沢主本元の三男として、奈良市で生まれ、島崎家の養子となる。 上野中学校、愛知県岡崎中学校を経て、1929年3月、海軍兵学校を卒業。1930年12月、海軍将尉任官。高橋赤一の勧めにより、高橋の妻の妹と結婚する。1932年12月から翌年7月まで、第23期飛行学生として、訓練を受けた。 1935年10月、空母、加賀分隊長となり、霞ヶ浦海軍航空隊、空母、総流、横須賀海軍航空隊の各分隊長を経て、1939年6月、練習航空隊高等科学生となる。同年11月、空母、赤木分隊長に着任し、1940年11月、海軍少佐に昇進し、 霞ヶ浦空ラ飛行隊長に就任。第14航空隊飛行隊長を経て、1941年9月、空母随格飛行隊長に移動し、太平洋戦争を迎え、12月8日の新珠湾攻撃において、第二次攻撃隊長として参戦した。26日、昭和天皇へ新珠湾攻撃の軍情操上を行う。百四十二年八月、 名古屋海軍航空隊飛行長となり、横須賀空飛行隊長第752航空隊飛行長を歴任し、1944年10月、海軍中佐に進み、第2航空艦隊参謀に就任した。1945年1月8日、第3航空艦隊司令部付となり、翌日、台湾への移動の途中で行方不明となり、戦死と認定された。 同年末、戦死時に遡ってに階級特進し、海軍少将に任ぜられた。戦死後ではあるものの、真珠湾攻撃参加等上院で最も階級が高くなったのが島崎であった。沢重しげたかやかありがとうございます。